えー、このたびですね、えー、私土内山本なんですけれども勤め先の会社にこのチャンネルがバレましたはいあのー、これガチであのバレました はい。なので、ちょっとね、あの、今後、動画の投稿の方を、やめません。はい。あのね、やめ,やめないから。うん。あのね、あの会社にね、YouTube ばれたぐらいでね、やめてるやつ、いる 会社に YouTube バレたぐらいで、動画投稿やめてるやついるいねえよなああってことで、あのー、やめません。はい。あの、ちょっとこっからね、あのー、真面目に話すんですけど、これガチなんですよ。あの、本当にね、あのー、ついに会社にね、YouTube がバレてしまいました。まあ、正確に言えば、会社の中の2名にバレました。はい。2名にバレました。1人が、あの、僕の直属の上司で、 もう一人があの同僚の年の近い女性です。はい、その2人にね、ば、え、れ、ー、ました。はい、あのー、まあ、経緯をですね、簡単に話します。どうしてばれたのか。まあね、会社に黙って YouTube やってる人とかね、結構いると思うから、ちょっと気になると思うんでね、僕の場合はどうだったのっていうのをね、話そうと思います。 まあ僕もね、こうしてね、まあ、顔を出してね、あの、バンバン名前出して YouTube やってるから、まあ、いつかバレるの時間の問題かなとは思ってたんですけど、今の会社に来て4ヶ月でバレてしまいました。はい。あのね、まず最初にバレたのが、あの、一緒に働いている年の近い女性の社員ですね。その方にバレました。まあ、よくね、業務上コミュニケーションをとっていたりとか、 まあ以前ね動画撮ったんですけどあのー、僕のねデザインセンスがないことをねあの憂いてですねあのデザインの方を貸してくださったらとてもねあの優しい方なんですけれどもあとね僕ちょくちょく Twitter でバズってるんですよあのー「話が長い人頭が悪くてバカ」っていうタイトルで1時間喋ってるあのサムネがあの時もうネットミームになってて。 あれマジでネットミームになってても Twitter とかでねあのしょっちゅうなんかアフィリエイトサイト、うん、ア,アフィリエイトアカウント、うん、そういうなんかインプレ稼ぎのねその金稼ぎの道具としてあの僕ネットミームで使われてるんですよねで結構なんか何十万とかフォロワーいるアカウントとかにまとめられていてで <laughs> そうなのよ <laughs> でまあちょくちょくねなんか何千何万リツイートとか何万いいねとかされてるから これバズるたんびにちょっと危ないかなと思ったんですけどあのその女性の社員は Twitter でバズった僕が回ってきてでそれを見てえこれ会社の人じゃんってなって気づいたらしいんですよで実はあの1ヶ月以上前にもう気づいていたらしいんですよ1ヶ月以上前にそれ回ってきてて気づいていたんですけどもう察したらしくて全てを察して。 これは言わない方がいいやつだって思ってあの黙っていたらしいです僕にも黙っていたらしいですずっと黙っていたらしいですはいだからあの僕が YouTube やってるってことを知りながらあの僕に全く言わずに、ね、あのそのままの平然と全く変わらずあの僕と付き合い続けていたというそういうことらしいんですねまあそれはそれできませいんですけど <laughs> そうだったらしいんですよであの下手にね YouTube、もう2000本くらい上げてるじゃないですか。最初見つけた時には検索してみたらしいんですけど、下手に動画をいくつか見たら、あの、もうちょっとあの、普通に仕事で接せなくなるかもしんないって思ったらしくて、あの、見なかったことにしたらしいです。うん、はい。あの、<laughs> 僕の会社の人、僕どないやほんと見て、見なかったことにしたらしいです。はい。あの、<laughs> っていうのをね、あの、この前ね、教えられました。はい。あの、会社の飲み会で、 えー、ふとしたことからその話になって、あのー、あ山本さん見たことある回ってきたなんか山本さん回ってきたんですよって言っててそれでちょっと、えー、発覚したという次第ですはい、はい、まあそれがねあのその女性社員のケースでまたそれとは別にその直属の上司にねあのー、バレたんですけど僕より 多多分多分あの人何歳だ20ぐらい上20ぐらい上の人にねあのバレたんですけどあのそれは何でかというとそれは同じ飲み会の席であのえ山本君昔芸人やってた時の芸名を教えてって言われてでね僕芸名を教えたらどない山本にたどり着いちゃうんで嫌です絶対言いませんって言ったんですよいやいやいや言いません言いませんマジで言いませんって言って隠してたんですけどあの検索でねあの僕の 芸人時代の名前にたたどり着いたといとうことですなんでかっていうとあの僕面接の時とか普段の話とかで芸人の時の話してる時に誰と同期なのって言われて、まあ、僕ねあのよく4,000頭身,、うん、身と同期ですと言っていてでそれでね渡辺コミュニティスクール4,000頭身とかで調べたら、まあ、22期じゃないですかで,で22期の時代のブログとか写真とかをブワーって見まくったらしいんですね。 でそしたら、あのー、情熱のクラクションという、僕が渡辺コメディスクール卒業時に組んでいたコンビ名にたどり着いたらしいです。はい。で、あのー、もうね、手元のスマホでね、検索したらわかると思うんですけど、あの、情熱のクラクションって検索したらどない山本チャンネルが出てきます。なぜなら僕が当時のネタ動画を載せていたから、はい。それで、見つけたと、そういうことですね。はい。で、あの、先ほど話 あの女性社員の方もあのー、ドナイヤー音で調べたらあの渡辺コメディスクールのウィキ e ディアの著名な卒業生の欄にあの22期のところに誰かがドナイヤー音って書いたらしくて <laughs> そうなんですよねそれでもう見つけたって言ってましたねはいでまあそれでねあの見つかってしまったんですよであのー、ねまあ会社働いたことある人分かると思うんですけど定期的な面談ワンオンワンみたいなやつねどの会社でもあると思うんですけどその時にね 言われまして上司には飲み会のあのね検索したらどないやん音を見つけてめちゃくちゃ見たらしいですその上司は見たらしいですさっきほとんど女性社員は仕事できなくなるかもしれないと思って見なかったんですけどその上司は見たらしいです何を見たのかは知らんけどそれでねまあいろいろとね遺憾のなき意見をですねちょうだい いんかまあや,やろうとしてることはまあ分からなくもないんだけどあの俺は笑えなかったというふうに言われたのであのその言葉を胸にですねちょっと反省して、えー、精進していこうかなというふうに思っております。はい、そうなんですよで昨日もね会社でねあの2人の時にねあの結構真面目なトーンであの竹島とか。 あの池田大作とかそういうのはねあの気をつけなさいと言われましたはいあのその上司の昔の友達がね学生の時とかになんか面白半分でね竹島とかをおちょくったネタネタとかよくわかんないけどなんか竹島をおちょくったりしたらしいんですよそしたらなんか家にまで押しかけてきたりして本当に身の危険が危ないからあの本当に気をつけなさいというふうにあのガチトーンで言われましてあの ちょっと何,何も言えなかったです、それは本当に、あのまあそう,そうですね、としか言いようがないので、ちょっと、はい、そう,そうですね、はい、まあまあ、そうそうそういうことですね、うん、池田大作とか、大川流法とか、検証会とか、北方領土とか、尖閣諸島とか、そんなネタばっかしてるから、うんそうなんですよ、だからね、会社にばれたくなかったんですよ。 うん、堂々と言えないから何やってんのって言われてこんなことやってますなんて言えないからうんうチンポコ容疑者とか聞かれたらしいです本んにチンポコ容疑者とかねあの僕がかつて作ったねあの名曲の数々をねあの聞かれたらしいですはいまあねあとなんか会社でもさ会社でのお前と YouTube でのお前全然違うからお前会社でももっと明るく振る舞いやみたいなことを言われましたねはい ちょっとそれはちょっと無理が無理がある無理があるというかちょっとそれ,それはちょっと違うだろうというだって会社で会社でさ会社にこんなのいたらさやばいでしょやばいだろそんな会社にこんなのいたらうんはいというわけでねあのまあ、まあ、特になんか何かあったわけじゃないですバレたからねあの懲戒免職とかねバレたから懲戒とか <laughs> そういうことは <laughs> ないんですけどまあただね今後ねあのちょっと会社の目があるのであの首、ーまあ、にならないように コンプライアンス違反にならないように、コンプライアンス違反にならないように、もう十分コンプライアンス違反なんだけど、ちょっとあのー、気をつけていきたいなと思います。はい。バレますね。YouTube 顔出しでやってたら、それはバレるね。うん。まあ、4ヶ月でバレたということなので、はい。 まず今後もねあの、引き続きねあの、まあ、かといって見られてるからといってね、あの急にね、丸くなったりとかはせずに、ね、まあ、愛も変わらずやるので、うん、別にね、あの勘違いしてほしくないんだけど、今さらね、今さらね、会社の人とか知り合いに YouTube 見られて恥ずかしいとか、1ミリも持ってないんですよ。なんなら僕、あの会社とか関係ない友達とかは、ほぼみんな僕の YouTube 知ってるから、今さら見られて恥ずかしいとか、1ミリもないんですよ。別に、いじられてるのが、いじられるのが嫌だとか、 あの人 YouTube やってるんですよって言われるのが嫌だとかそんなのはもう全くないんですよまあ芸人やってたしそんなのは慣れてるんですよただ会社にバレることで何がやばいのかっていうと、あのー、あの人仕事サボって YouTube ばっかやってんじゃねえのみたいになるのが一番ちょっと厄介なんですよね、うん、ずっとあの人は仕事サボって YouTube やっているあの人は暇なんだ仕事中暇なんだっていうふうになるのがやばいんですよ、うん、ち,ょっと今日ちょっと今日早く帰りますって時もあ,あ帰って YouTube やるんだとかねうん ちょっと有給取ります。あ、有給取って YouTube やるんだとか。かそれがちょっと面倒くさいんで、ちょっとバレてしまった以上は、今以上にあの仕事に本気で取り組んで、仕事でちゃんとや,やらないといけない。仕事でちゃんとやらないとなおさら周りの目が厳しくなると思うんで、まあ、2人にばれたんですけども、こんなんもうみんなにバレるよ、こんなん。うん。一応、上司もね、なんかみんなには言わないとか言ってるんだけど、どうせ言うんだよ。だから、あの絶対バレるんだよ。まあ、俺からは言わないけど、絶対バレるから、あのー、 その時にあの会社に居心地が悪くならないように、ちょっと今以上に仕事を真面目に頑張ると。もうそれですね。はい。うん、まあ、それ、それですね。うん。とりあえずそれだね。うん。あの人サボって YouTube やってるっていうふうになったらね、あの一番めんどくさいんでね。うん。あともう、僕の休日の行動が続きになってしまうっていう。まあ、それはいいや。それはいいや。はい。まあ、なんで、まあ、とにかくちょっと、はい。ご報告でした。バイバイ。